チャンネルです。今回もビリッカーなんですが、今回ね、移動しました。こんなスペースでも借りてもできるということで、このビリッカーが移動しながらでもできるっていうのはすごいいいですよね。そしてここの貸してくれた方の概要欄に載せてますので、皆さんお使いください。そして今回のゲストはYouTuber のリゼムさんです。お願いします。こんなに絡むの初めてです。初めてです、はいはいはい、今回コラボしていただけるということでありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、ビリッカーですけど、はい、大丈夫ですか。初です、はいはい、じゃあ俺の方が有利かもしれないけれども、これね、見てる方は分かるかもしれないですけど、あんまり技術が多少蹴れればいいっていう。でもサッカーしてきてるじゃん。サッカーしてきてるから、まあ全然大丈夫。ただ、うまいから勝てるって問題じゃないんで、結構戦略性があるんで。ビリヤードうまかったら、でも戦略は分かりやすいから。あ、そう、あ、いましたよ、来ましたよ、今回。めっちゃオーストラリアで、サッカーの練習と同じぐらい。あ、面白い、面白い。ちょっとそれ楽しんでいただければなと思いますんで、はい、あと、そうか、紹介か。あ、はじめまして、リゼムのタカです。よろしくお願いします、はい、ユルケーブです、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。対決は僕チーム対リゼムチーム1対4でやります。はい、なので協力することも大切かもしれないね。仲いいかどうか俺は知らんよ。でも脳4つあるんで。ああ、そうか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 。それでいきます。1番号です。2番号、3番、4番です。 OK、 タカからキリ入れよ。そう、キリ入れろ。じゃあ、行きます。はい、これファールだから、これファールだともう一回やり直し、やり直そう。じゃあこれ面白い、これ面白い。では、行きます。 OK、あー、なるほどね、なるほどね。じゃあ次俺ね、いきますね。で、いきます。2が入ればみたいな。これ1入っちゃえばいいんだよ、これ。あー、なるほどね、はい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 。シゲはビリヤード知ってるんで、もうこれ、あ、オッケーオッケーオッケー、もちろんピュンって浮かせばいいんだよ。そう、ファールね、ファールね。いや、これ多分無理やろ。じゃあ本当はね、これ1番入れて9番入れればいいけど、これ無理やろ多分。うん、こうしよう、こうしよう。じゃあ行きます。押し込むね。うわー、なるほどね。ね、押し込むね。うわー、なるほどね。ね、そうだから、ギューンってこう、ギューンっつっていいから俺、俺見てるか、まあ、ギューンっていったら勝ちやから俺。これな、バックスピンをギューンっつってギュイーンって、あはは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 、やばいやばいやばい、これあるよあるよ、終わらせよ、あれやれ、めちゃくちゃチャンス。終わらせていいですか。いやいや、終わらせていいよ、終わらせよ。え、ここじゃないの、ここなの。そうやで、もう置いたら終わりやぞ。俺めちゃくちゃ緊張してる。これ入ってないよね。え、これ入ってないよね。これ入ってないです。よし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 、危ない。今史上最速の終わる試合が危ねえ。そうよそうよそうよ、ありえるぞこれ。早く終わる可能性あるぞ。 OK、 いきますいけるよな。そう、うわー、そう、こう、うわー、最速最速最速よ。
最速です、はい、しはい、終了。はい、終わりました。早っ。いやいや、一番早い一番早いし、でも俺もドキドキしたもん。だって負けたら終わりやから。いや、そうっすよね、うん、みんなドキドキしてる。そう、あれ、だって俺、ビリッカーもう初の1打目が、うん、全然終わらずに意味が分かんない状況。ちょっともう一回やりたいです。そう、そうだよな。そうだろ、もう一回やりたいです。もう一回やらせてください。あとさ、確かに今回はまあ、翔平のためにもう一回やろうか。2試合目ということで、はい、これね、ビリッカーにはカードっていうものがあるの。てってて、強制ヘディング。